マービン・ミンスキーは、アメリカ合衆国のコンピュータ科学者であり、認知科学者。専門は、人工知能であり、マサチューセッツ工科大学の人工知能研究所の創設者の一人、初期の人工知能研究を行い、AI や哲学に関する著書でも知られ、人工知能の父と呼ばれる、現在ダートマス会議として知られる、ザ・ダートマス・サマー、リサーチプロジェクト・オン・アーティフィシャル・インテリジェンスの、 発起人の一人、マービン・リー・ミンスキーは、ニューヨーク市で、父は、医者で、母は、シオニズム運動家という、ユダヤ人家庭に生まれ、地元の高校に進学した後、マサチューセッツ州アンドーバーのフィリップスアカデミーに、転校した。そして、1944年から1945年まで、アメリカ海軍で兵役に就いた、ハーバード大学で数学を学び、1950年に、 卒業した。その後、1954年には、プリンストン大学で数学の博士号を得た。1958年以降、マサチューセッツ工科大学に所属している。1959年、ジョン・マッカーシーと共に MIT コンピュータ科学、人工知能研究所の前身となる研究所を創設。現在は、MIT のメディアアート及び科学の、東芝プロフェッサーであり、 電気工学と計算機科学の教授、アイザック・アシモフは、ミンスキーのことを自分が出会った人物の中で自分より、聡明なたった二人のうちの一人だとしている。ちなみに、もう一人は、カール・セーガンだという、効果の一部を白色コートも、焦点顕微鏡で拡大したものを三次元表示した、例、ミンスキーの特筆すべき特許として、世界初のヘッドマウント型グラフィックディスプレイと、 共商店顕微鏡がある。また、シーモアパパートと共に、ロゴ言語を開発した。その他にも、1951年、ミンスキーは、世界初のランダム決戦型ニューラルネットワーク、学習マシンスナークを制作している。シーモアパパートとの共著パーセプトロンは、ニューラルネットワーク解析の基礎を築いた。人工知能の歴史の中でも、大きな議論を読んだ著書であり、単純。 パーセプトロンは、線形分離不可能なパターンを識別できないことを示し、1960年代の第一次ニューラルネットワークブームを終わらせ、1970年代の AI の不要をもたらす原因の一つにもなった。彼は他にもいくつかの AI モデルを考案している。著書 A-Framework for Representing Knowledge では、プログラミングの新パラダイムを生み出した。また、 パーセプトロンは今では実用書というよりも歴史的な著作だがフレーム理論は今も広く使われている。ミンスキーは映画2001年宇宙の旅にアドバイザーとして参加し映画にも小説にも名前が出ている。多分誰もそのことを知らないだろう。それは重要ではなかった。1980年代、ミンスキーとクッドはニューラルネットワークがいかにして 任意の学習プログラムに従い自動的に生成され、自己複製するかを示した。人工頭脳は人間の脳の発達と極めてよく似たプロセスで成長させることができた。どのような場合でも精密な詳細を知ることはできないし、たとえ詳細がわかっても人間が理解できる複雑さの100万倍も複雑すぎるだろう。アーサー・シー・クラーク2001 エースペースーデッセイ1970年代初期 MIT 人工知能研究所でミンスキーとシーモアパパートは心の社会ザ・ソサイティ・オブ・マインド理論と呼ばれるものを開発し始めた。理論はどうしていわゆる知能が知的でない部分の相互作用から生まれるかを説明することを試みる。ミンスキーはおもちゃのブロックを積み上げるロボットアーム、ビデオカメラ、 およびコンピュータを使うマシンを作成しようとした彼の作業からこの理論についての着想を得たという。1986年、ミンスキーは以前の著作のほとんどと違って一般大衆向きに書かれたこの理論の包括的な本、心の社会を出版した。2006年11月に出版したザエモーションマシンは人間の心の働きについての様々な理論を批判し、 新たな理論を示唆し、しばしば単純なアイデアをより複雑なものに痴漢している。この本の総工は彼のウェブページで無料で公開されている。2016年1月24日、脳出血のため死去。88歳没。受賞歴は次の通り、ミンスキーは以下の組織、団体に加入している。ミンスキーはローブナー賞には批判的である。ミンスキートロン、または、 3ポジションディスプレイミンスキーはジャーゴンファイルの人工知能に関する考案にも登場する。サスマンがまだ若い頃 PDP-6 をハッキングしているとミンスキーがやってきた。何をしてるんだいとミンスキー、ランダム決戦したニューラルネットに三目並べを教えているところですとサスマンは答えた。なぜランダム決戦なんだ 遊び方の先入感を持たせたくないんですよ、ミンスキーは、目を閉じた。なぜ目を閉じるんですかサスマンは、ミンスキー先生に聞いた。部屋が空になるようにさこの時、サスマンははっとひらめいた。私が実際行ったのは、ランダム決戦するなら、それもまた遊び方に、先入感を与えることになるだろう。しかし、君はそれらの先入感が何なのかを全くわかっていないということだ。 マービン・ミンスキー・ミンスキーは3人の子を設けた。そのうち、マーガレット・ミンスキーは、MIT の哲学博士で、ハプティクスに関心を寄せている。孫は4人いる。単調協調、ありがとうございます。